こちらは町田市総合私立体育館です。こちらでは今関東地域の私立高等学校男女バレー選手権大会を行っています。そうした中で順次このもう皆さん戦った皆さん方が帰っておりまして、今この残っているのは準決勝4全体で4チームの男女のチームだけです。もうそしてそうした中で今もうこの戦いが終わったところもありまして、文教学院が第3位の表彰を受けております。この私は下北沢聖徳が勝ち残ったということになります。そして決勝戦に駒を進むことになります。こちらは土浦日大高等学校、そしてこちらは有名な須田学園です。緊迫した試合を続けております。ここで表彰式です。ながら参院がおりましたが、そうした皆さん方の表彰が行われているところです。どうぞ皆さん頑張ってください。吉田総務でした。